はい、皆さん、こんにちは。はい。そういえば、質問コーナーをやってくださいっていうリクエストが結構前からあって、なので、プライベート以外で面白い質問があれば答えていきたいと思います。コメ欄でも、ツイッターでも、どこでも質問してきてください。まあ、どちらかというと、ツイッターの方が確実に見るかもしれないです。で、今日はですね、先月亡くなったスティーブン・ホーキングさんの人類への警告とメッセージを紹介していきたいと思います。結構勇気づけられるメッセージ性があるので、彼の言葉でモチベが上がると思います。最近結構人生に行き詰まってるっていうメッセージをいただくので、まあ時期も新たなスタートの時期ですしね、何かヒントになることがあれば、ぜひ今後の人生に活かしてください。スティーブン・ホーキング博士はガリレオの死からちょうど300年後の1942年1月8日にイギリスで生まれました。彼は子供の頃から数学が得意で、学校ではアインシュタインと呼ばれていたんですけど、オックスフォード大学では当時数学の学位を取得できなかったため、彼は物理と化学を専攻しました。ただ、21歳の時に体の異変に気づき始めました。ALS という体中の筋肉が萎縮して使えなくなってしまう病気で、医者からは余命があと2年だと言われてしまったようです。お医者さんもボケが下手やな。それから徐々に体が衰えていって、皆さんのよく知っている車椅子の姿になりました。絶望を味わっていたんですが、妻のジェーンと出会って生きる希望が湧いて、彼の宇宙に対しての好奇心は衰えず、天才的な頭脳でブラックホールやビッグバン仮説を世に広めました。そして彼が人類に対して常に警告していたことがあると言われています。一つ目が地球温暖化。地球温暖化は嘘だという説もありますが、ホーキング博士は気候変動に対してかなり警告していました。気温上昇、森林伐採、環境汚染で資源がどんどんなくなり、その反面人口は増加していくこの先、人類は宇宙へ飛び出し、違う惑星へと移行するしかないと。200年以内に地球から離れて宇宙に飛び出さないと、人類は滅亡するとも言っています。200年以内って結構すぐですよね。もし今度地球温暖化を否定する人に出会ったら、地表温度が400度に達する金星に連れて行ってくださいと言っています。ホーキングさんが交通費を払ってくれるらしいです。地球温暖化が人類滅亡へと導かなかったら、今度は隕石が人類を一掃すると言っています。これはサイファイの話ではなく、物理的に考えて当たる可能性が高いとのことです。人類を地球のみに置いていくのはあまりにもリスクが高すぎるから、リスク分散という考え方で宇宙に飛び出していろんなところに拠点を置く必要があると。まあインターステラーの世界ですよね。そしてまあみんなご存知の通り AI です。AI は今はまだ人工知能と呼ばれていますけど、人間を超えてからはもう別の生命体として考える必要があるらしいです。誰かがコンピューターウイルスを作り出すのと同じで、AI が自発的に自らを作り出すプログラムを作り出し、人間のポジションを奪い取ると、人類最大の発明か、あるいは最悪の発明になるか。まあ、ホーキング博士はそれ以外も警告していることがあって、人類は争いすぎだと。原始時代はサバイバルのために必要なことではあったんですけど、今ではただお互いを傷つけて殺し合っているので、このまま行くと確実に破滅へと向かう。団結すべきだと。また彼は宇宙人の脅威についても話していて、人類が宇宙人と遭遇するのは、ネイティブアメリカンがコロンブスと出会ったのと同じようなことだと。その時はいい方向にはいかなかったんですけどね。とりあえず今人類は重大な時期にいるらしいんですね。過去にないぐらい様々な脅威が人類を襲っていると。温暖化、人口増加、伝染病、海洋酸性化、戦争などと、宇宙へと飛び出さなければ人類に未来はないらしいです。ホーキング博士がいかに宇宙へと飛び立ちたかったかわかりますよね。ただまあこれらは世界中の今人類が抱えている問題なので重要ではあるんですけど、これを決めるのは結局一人一人の人間ですよね。みんなに向けてのメッセージもあって、彼はこう言っています。ある日、自分の体の異変に気づいて、立ち上がるのが困難になりました。母親も私の異変に気づいて、病院に連れて行ってくれましたが、私はもう助からないと医者から告げられました。体はどんどん衰えていって、現実に絶望し、憂鬱な気持ちになり、何事にも期待しなくなりましたが、新しい日々を迎えるたびに、これはおまけだと思い、朝を迎えるたびに、今あるすべてに感謝するようになりました。そこで私は宇宙論に打ち込み、順調に仕事が進み出し、
ある日、パーティーでジェーンと出会い、そこで私は気づきました。命ある限り、希望があると。今地球上では様々な脅威で大変な時期ではありますが、それと同時にこれからワクワクするような発見もたくさんあります。未来へとつながる宇宙の謎を解明していき、宇宙に飛び立ちます。自然の中にある粒子の集まりでできた私たちは、宇宙についてここまで理解できるようになりました。私はそこに少しでも貢献できていたら非常に嬉しく思っています。私の宇宙に対する情熱と熱意を皆さんにも分かち合いたいです。なので、下ばかり向いていないで星を眺めてください。自分の人生に意識的になって、全てが存在していることについて疑問を持って考えてください。人間の精神には限度がありません。限界を超越することが人間のユニークなところです。どんなに人生が辛くても、みんな一人一人に能力があり、成功することができます。諦めないことです。ひたすら探し続けてください。命ある限り、希望があります。すごい勇気づけられて、いろいろとやる気が湧いてきますよね。まあ、ここからは僕の解釈も加わりますけど、困難なことがあると嫌になりますよね。なんで俺がとか、なんで私がってヒステリックになって。ただ、困難な状況というのは、実は皆さんを正しい方向へと導くヒントが隠れていたりするんですね。本来自分が生きるべき道へと正してくれるために、困難な状況を生み出して皆さんに気づいてくれと訴えかけていると。なので、今人生に行き詰まっている人がいれば、自分に何を問いかけているのか考えてみると何かに気づけるかもしれないです。なんで自分に起きているんだってイライラして環境のせいにしたりするのではなくて、これは自分に何を教えようとしているんだと考えるようになると、人生の見方が変わるかもしれないです。皆さんが気づいてくれるまで何回も訴えかけてくるかも。みんな一人一人に特別な能力があるので、社会の声や周りの声に流されないで、ぜひ自分の道を探して世の中にインパクトを与えていってください。僕もこの顎で世界に。まあ今日はスティーブン・ホーキング博士の言葉を借りて少しモチベ系の動画にしてみました。みんな一人一人が本気出したら面白い世の中になりそうですよね。まあもうすでになりつつあるかもしれないですけど、これからもどんどん面白くしていきましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。